吹奏楽部です。本日は初めての、コラボ演奏ということで、立花大学さんと陵陽高校さんと一緒に演奏会させていただくことをとても光栄に思っております。私たちにとってはこの京阪奈プラザは本当にお庭のような形で1年に何度も演奏させていただく場所ですので、一番こう緊張せずにリラックスした状態で演奏させてもらうことができるホールになっているんですが、たくさんの方といつもであったらこう地元の方々と演奏する機会が多かったんですけども、こう大学生とまた、同じ高校生と一緒に演奏するっていうのは少しこう緊張しながらやっていますが、皆さん大丈夫ですか？はい、本日はお足元の悪い中ではありましたが、ご来場くださいまして誠にありがとうございます。本日は楽しんでいただけるプログラムということで、本校はたくさんマーチを頑張って練習の中に取り入れてるんですけども、 1,2 年生だけのメンバーで、次に演奏する曲を楽しんでいただければと思います。国民の象徴です。楽しみください。